8月27日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの広田ゆきです。 えー、今週、そして来週の OK 工事アップは、えー、いつも、お、アシスタントを務めてくれている新行一家アナウンサーが、東京パラリンピックのね、えー、取材に専念と、お、いうことになりまして、日替わりで、えー、アナウンサーの方々にお手伝いをいただいておりますが、今朝は広田美幸さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや、あの、昨日、おとといと、ね、えー、 内田前島を各アナウンサーにお願いしてい、はい、若手チームでしね若手チームってそんな何を言ってるんですか <laughs> 若手ですよありがとうございます <laughs> いやいやいやひろたさんとは、はい、あのー、そんなにこう生放送で一緒に仕事するっていうのはそ,それこそこの番組のねそう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 お手伝いをいね、ダイダーウィークみたいな時にっていうのは多いわけですけれども、はい、まあそれ以外でっていうとですねあのー、あれ一ヶ月に一ペぐらいで そうそう、1ヶ月に一っぐらいですね。あの、広金健さんの、たそが流星群。 のねラジオドラマの中で共演するということが非常に多くてそうなんですね。熟年夫婦とか熟年夫婦とか熟年二人とかそうそうそうそんなのばっかりですよね。そんなのばっかっすよね。そうそうそう。なんか恥ずかしいセリフをいっぱい言わ言わなきゃいけなかったりしてそう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 。で大体あれあの実際は面と向かってなくてそうなんです。お互いあの自分のねセリフをバラバラに取ることが多いんですけどそうなの。 たまに面と向かうと、妙に気恥ずかしい、うん。いうそうそう気恥ずかしい。<laughs> で、しかも、しかもですね、実はあの、今週末に、うん、あの、月一の放送が来るんですけれどもれ。私呼ばれてないんですけど、どういうことそう,そうなんですよ。最近、最近やっぱここも多様性なのか、はい、えー、内田祐希アナウンサーと絡むっていうのはですね、<laughs> <ら>えー、先月そうだったんですけど BL ですかそう、BL なんです、ね。BL、ボーイズラブ。BL、しかもあの、熟年と和コードみたいなです、ね。 もういろいろ、ね、本当にドラと裏ドラ乗っかったみたいなですね <laughs> 張り切って聞きますよ <laughs> いやまた張り切って聞きますおかしいでしょ <laughs> これでもやるとあの先月そうだったんですけど新庄アナウンサーが妙な食いつきを見せるってうんですね <laughs> すげえ興奮してるって BL 好き <laughs> <laughs> 不助死な一面が見えてくるところだえー、いいですね不助死で,であのなかなかあの話って続編を作ることって珍しいんですけど 今回う、うん、は何がどう転んだのか続編があるということでそれはもう全国の婦女子が喜び <laughs> どうなんだろうな <laughs> 私は本当あのおじいさんの役で<ー> <laughs> ええー <laughs> 若い人からおじいさんまで、ね、でしかもあのまあまあ若い人の方が結構取り直しが多いですねです。もう板についてますよね。いや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 。これ板についていいのかなっていうようね。<laughs> 結構楽しみです。いや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 。えー、今日はまあ、はい、特に役に入らずに、ね、そうですね。頑張りましょう。<laughs> よろしくお願いします。 ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりました、えー。一般市一面トップアフガン情勢についてとこういうところが多いですね、えー。朝日とそれから読売は一面トップアフガンになっています、えー。後ほど、まあこれについて、今日のコメンテーター、三宅邦彦さんと深めていこうと思っております。えー、60人が亡くなったんじゃないかという報道があったりとか、まあ現地、いい情報を錯綜しているというようなところもあるようで、えー、あります。 それから、まあ、自民党の総裁選、えー、昨日日程が確定しまして、来月17日告示、29日投開票とこういうことが決まりました。で、えーまあ、菅総理大臣は、出る意向を既に示しておりますが、岸田文雄さんが昨日会見を行って、出馬の意向を表明をしたと。まあ、それ以外にもね、高市さなえさんであったりとか、下村博文さんであったりとか、野田聖子さんであったりとか、えーまあ、河野太郎さん、えー、名前で取り立たされている人というのは結局、 いいらっしゃいます、えー、というところで、まあ、これ、毎日と、それから産経が一面トップで報じているというところであります、それからコロナについては、東京新聞一面トップ、うん、総理は見始めているというが明かりどこにという、ですね自宅療養が増えているじゃないかとこういうことを一面トップにしております。で各市ですねあの 写真入りで大きく載せて、まあ一面トップで乗っけてるところも多いのが、東京パラリンピック昨日3日目を迎えまして、競泳男子100メートル自由形運動機能障害の部で、鈴木孝之選手が金メダルを取ったということ、そして富田宇宙選手銀メダルと400メートルの自由形。 というですね。まあ、会挙について。まあ、これね、あの、読み入れは結構大きく報じていますし、まあ、それ以外も顔写真付きで鈴木選手を取り上げているところなども結構あるんですけれども、うん、朝日新聞はそれをですね、一面どこ探してもないという、<laughs> まあ、あのー、探してみるとですね、結果あだけが、えー、文字で書いてあるというのはあるんですけれども、<laughs> えー、この辺の扱いの違いっていうのはね、えー、いろいろ、まあ、あカラーがあるなと。まあ、それ以上に思うのはで スポーツ新聞は1、えー、面トップでこの金メダルっていうのをのっけているところが実はないと、まあ、あのプロ野球が、ね、確かにセ・リーグ、特に上位3チーム団合になっていて非常に面白いというのはもちろんあるんですけれどもただ、オリンピックの時はあれだけ一面から大展開で、ね、大騒ぎしてたのになというのを考えると何かアンバランスな気もしたりもいたします。まあ、あのパラリンンピックにについては、ね、後ほど新業アナウンサーにじっくりと伝えて え、そして、そう、そのパラリンピックについてですけれどもね、テンプルさんという方、品川区64歳の方、えー、昨日のこの富田宇宙選手の銀メダルについて、えー、400メートル自由形でパラリンピックの競泳視覚障害の部、私の知り合いで社交ダンス仲間の富田宇宙君が自己ベストの銀メダルを獲得しました。レース内容はもちろんですが、終了後のインタビューにもぐっとくるものがありました。私と同じ目の疾患、えー、網膜色素、 編成症ですが、えー、この疾患と闘っている多くの方々に勇気を与えてくれるんじゃないかと期待し応援していますと。 えー、今までの様々な方の支えにね、えーはい、感謝をして、ちょっと歓喜余るようなところもありましたけれども、<ー>本当、なんかいろんなこう可能性であったりとかね、えーえー、そういうのを感じると、私もあの子供と一緒にこう中継見てたりなんかすると、はい、うもう子供の、ね、やっぱ食いつき方がすごいね、うん、と。 こんなことできるんだねっていうね。う,ん,うん。なんか、そういう意味では、まあ、生手見してやりたかったなっう、ね、そうですよね。ね、えー、まあ、あの、学校のね、連携で、あの、一部の、市区町村では、うん、えー、見られるところもあるということ。まあ、感染症のね、もちろん対策もしながらということですけれども、これ、あの、千葉県の熊谷知事が、あの、きちっと対策をしているし、そもそも論として、えー、選手とは完全に隔離されい。 環境の中で、ししかも直行して直行ててををするるとといいう形ででリスクはは相当低減をされているはずだとでこれもダメだと言うんであれば、じゃあどうして、プロ野球で試合にお客さん入れてるんだとか、そういうところの整合だってつかなくなりますよね。と、非常に論理的に、あの、ツイッターに、え、連投で、昨日かなあの、9つぐらい、バババッと投稿されていらっしゃいましたけれども、ま、ああの、 こういう、こう、科学的な、まあ、エビデンスを元にしてやれるところはやっていく、見せるところは見せていくという形を、まあ、これはあの、オリンピックの時にね、え、ー あの、宮城の村井知事がサッカーの試合でお客さんを入れるよっていう時に、はい、まあ、あの、その時は結構批判されたりなんかもしてましたけれども、あれね、実は宮城の村井さんだけじゃなくって、同じような決断は実は静岡の川勝さんだってしていて、えー、伊豆の国市のね、あの、ベロドロームには結構お客さん入れて盛り上がってたっていうのがあるんですが、はい、うーん、このところ、ここのところはあまりこう取り上げられずにっていうのはですね、 やっぱり何か、あの、オリンピックやパラリンピック、それが自分たちの政治的な立場を補強するために使われているんじゃないのかっていうところを如実に感じるところがあって、自民党の推薦もあった村井さんと、まあ、野党統一候補的な存在であった川勝さんで、同じ知事なのに何が違うんだろうなっていうのは、ちょっと違和感を感じるところなんですが、いずれにせよですね、えー アスリートの皆さんのその汗は本物だろうと。はい、まあその辺は後ほど新行さんに熱く語ってもらおうと思っております。ここが気になるでした。さあ、この時間は東京パラリンピックの興奮をお届けします。東京2020パラリンピックレポート。昨日は日本競泳で、えー、代表選手2つのメダルを獲得。待望の金メダルも出ております。やったー 鈴木隆之選手、昨日もね、あの、新行さんリポートしてくれましたけれども、リオの悔しさを晴らすということで、えー、昨日のお、おとといですね、25日の男子50メートル平泳ぎ銅メダルに続く2つ目のメダル獲得。さあ、では東京アクアティックスセンターで競泳を取材しました、新行アナウンサーと繋ぎます。新行さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。ひろたさん。いやー、このお二人の音声聞いても、やっぱグッとくるものあるね。はい 食っときますよね。私も日本勢初の金メダル目撃しましたし、そして富田宇宙選手の力強い泳ぎもあのしっかりと見てきました。二、うん、人ともいい泳ぎだった。 いや本当素晴らしかったですよね鈴木選手の逆転劇すごかったよないやすごかったですねあの2位であの50メートルターンしてからトップのイタリアの選手にこう徐々に徐々にこう追いついていって残り10メートルくらいのところで並んでそこから一気に抜いてったというですね、うん、もう本当まさに劇的な勝利しかもパラリンピックレコードですそうかそうだよねそうなんですよしかもですねあの2日続けてのメダルですけれども、うん、タイムスケジュールで考えますと5 午前中予選やって午後決勝ですから2日間で4つのレースを泳いでるんですよ、鈴木選手。 よよよくななないよな、はい、いやほんとそうなんですよねもちろんその、ね、予選は決勝に向けて調整している部分あるとはいえ、うん、しっかりその記録を出してしかも金メダルというです、ね、すごいですすすねごいよ鈴木選手っていつもこう冷静で落ち着いている印象があるんですけれども昨日はですね泳ぎ終わったあと、うん、ガッツポーズが自然と出たということで<あ> <laughs> <ん>このガッツポーズについて記者に聞かれたところですね、はい、えやりすぎました、あとで消しておいてください。反省しています そうなん答える場面もありました。<laughs> へえ、自分の美学とは違うっていう感情が出たところなんだね。<laughs> なんですかね <laughs>。ついつい出ちゃったというところで。で、鈴木選手、今後の出場種目としては、明日8月28日150メートル個人メドレー。はいうん、8月30日200メートル自由型9月2日50メートル自由型ということで、うん。すごいね。まだまだ出場されるんですよ。超人だな <laughs>。いやもうここからも楽しみですよね、えー。ねえ。 はい。さあ、そして、して視覚障害のクラス S11 男子400メートル自由形、富田宇宙選手、銀メダル、はい、!4 分31秒69で日本新記録、そして、アジア新記録、アア記録マークしました。 うん。あの、泳ぐ直前に鈴木選手、うんあ、あの、鈴木選手の金メダルを知って、すごく嬉しかったそうで、<ー>自分もこれに続いて、日本のチームをこう、勢いづかせようと思ってレースに臨んだんだそうです。積極的な泳ぎだったよね。前半からこう仕掛けていってというか。そうなんですよ。まさに前半から速いペースで入って、後半でこう、粘って勝つ、そういった戦略で臨んでいまして、後半最後の100メートル、ほ 本当に苦しかったと。<ー>もう死ぬかもしれないと思ったと。でも、最後はもう気持ちで泳ぎ切ったと。うーん 話していましたね。ねえ。視覚障害のクラスで、あの、さっきね、メールも紹介したんだけれども、網膜色素変性症、はい、あの、同じ病気で苦しんでいらっしゃる方への光にもなるっていうふうにですね、メールもいただきましたが、これ、あの、だんだんとこう視野が狭くなり、見えづらくなってくるっていう、そういう,こう、はい、気持ちの面でのいろんな葛藤とかも富田選手あったわけだよね。 そうでもともとやっぱり視覚障害のクラスっていうのもこうクラス分けされていてあの最初軽いクラスであったんですけど、うん、富田選手は今、の11というですねあ<ー>あの視覚障害のクラスの中でも重いクラスにこう移動してるんですよね。なるほど はい。で、その中で今戦っているということで、えー、この後8月30日、そして9月3日、えー、200メートル個人メドレーと100メートルバタフライ出場しますが、うん、富田宇宙選手、木村敬一選手、そして400メートル自由形金メダリスト、オランダのドルスマン選手も、あの、また出場されるということで、視覚障害のクラスはますます熱いレースが見られるんじゃないかなと思っています。うん、なるほど。杉野さん、今日も暑いそうですけれども、ちょっと、はい、熱中症気をつけて頑張ってね。 はい、頑張ります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、以上、パラリンピックレポート、新業アナウンサーでした。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを深めてまいります。この時間からご登場、今朝のコメンテーターは、外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いしご無沙汰しております。はい、いえー、自己検疫もやっと終わりましてですね。ね<ー>やっとシャバに出てまいりました、ね。シャバに出てまいりました、ね <laughs> えー。シャバ暑かったですね。暑い。本当昨日なんかもね、大変な暑さでしたけど。 ねあのー、前回のご出演2週間前でしたけども、はい、ワシントンからの、えー、主張から帰ってきて、はい、で、自己隔離の真っ最中ということで、え、リモートでご出演いただきました。はい、あまりあの、違和感なかったですね。いや、そうなんですよね。っやってると。そうそう,そうそうそう。う音も良かったし、そう,そうそうそう。で、宮家さん、あのー、スタジオをね、あのー、そうなの、 きちっとお家になりますからね。それはいいんですけどあのね、やっぱりスクープアップの風圧がないんだよね。ああ<ー>、あれがないと寂しいですよねやっぱね。でしょ。うん。モンサリなかったじゃん。先日前に置いとくかなと思って。<laughs> <laughs> <laughs> いやあの僕の代わりに猫ちゃんがしし。猫ちゃんがね。そうそうそう,そう。失礼しました。<laughs> はいはい。でも二週間の自己隔離とはいえなかなかご外に出れない環境っていうのはどうでしたか。 あのハウスアレストって自宅軟禁ですよね<ー>、うん、でもちゃんと守りましたからねうんそうするとね、うん、アプリがあってね、はい、1>, まあ1日1回、ね「え<っ> 1> お前どこにいるんだ」と聞いてくるわけですよ。<laughs> えええ。非常にあの嫌でしたね。なんか、それが、こう、どい、どのタイミングでかかってくるかっていうのが分からないとか。まあ、大体傾向はあるんですけど、あの、アトランダムにかけてくるわけですよ。うん。で、時々、あの、寝てたりね、自社でひっくり返ってから。はい。なんかちょっと電源は切らなかったけど、はい、出ないとね、へーへーあなたは制約違反ですって出るんだよ。え、そうなんですかうん。 いや、じゃない、ちゃんと家にいるんですよ、ってもっ今出ようとしたところなんだよ。だって相手は人間じゃないんだもん。機械なんだもん。ああ、そっか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 、うん。AI で来るから。はあ。えー、はい、じゃあ自動音声でいこうか,か自動音声も出ないの、ね。音声も出ないんですか。うん、あ、もうじゃあポチッと押すだけで。ポチッと押すとカメラがもう回ってるわけ。うんで、録画してますよ。 でこの、ね、頭の格好がねこう丸く書いてあってね、はい、その中に頭を入れてください<ー>そうしないとで背景がちゃんと要するに顔だけじゃダメで<あ>ちゃんとちゃんとうちにいるかどうかを確かめるわけよああなるほどね意外と屈辱的よはあ宮家さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですコロナの医療提供体制などを与野党が議論 新型コロナウイルス対策をめぐって昨日参議院厚生労働委員会の閉会中審査が開かれ医療提供体制の確保に向けた政府の対応や支援策などについて与野党が議論を交わしました緊急事態宣言の解除の基準について政府の分科会の尾身会長は 大事なことは医療の逼迫だ。コロナ患者に必要な医療が提供されているかや、一般医療への制限がどの程度ならば、一般市民が許容できるかという二つの側面から考える必要がある。医療の逼迫がどれほど軽減されるかを基準に考えるべきだと述べております。 ま、現場の医療の逼迫、等々、とこういうことは、ねうん。まあ、おっしゃる通りだと思うし、私は専門家ではありませんから、うん、あまり無責任なことは言いたくないけども、うん、アメリカで、あの、感じたことだけ申し上げましたね。はい。やっぱり、あのお、デルタうん。でしたっけうん、うん、デルタ株。デルタ株というのは、これ、はい グローバルですよね。しか私がちょうど行った時にも、ね、あの、それまでは、あの、アメリカは楽観ムードで、はい、ね、大丈夫。マスクもしなくなくて、うん、しくていいみたいなこと言ってたわけですよ。ええだけどもうい、一く頃からぐーっと数字が上がってきてて、<ー>それでもう、あの、会ってくれない人とか、 隣の人が感染しちゃったから、リモートでって、ワシッと行ってリモートしたんですよ。会えないからリモートでと。それから、みんなマスクするようになったと。はい。そして、まあ、今はもっとひどくなってると思いますけど、ハワイもそうだし、アメリカは重曹なんですよね。で、今は日本が、なんで、二万、1万いくつですかそうですね。確か僕が行ったねあのアメリカはね、全国で10万超えてて、平均でね、1週間の平均で。 13万か14万ぐらいでしょ、今。うんね、とっうことはね、ね人口比でやるとね、はい、実はまだまだあの日本なんか低い方なんですよね、<ー>うん、だからいいと言ってるんじゃないでしょ、はい、だけども、それでもアメリカ、そろそろ医療崩壊だって,て騒ぎ始めてるんです、はい、あれじゃ今までそれでもやってたんだと、うんイギリスなんかもやってましたよね。 ところ変われば、ね、国変わればところも変わり、事情変わるから、な、うん何とも言えない、比較してもしょうがないのかもしれないけども、んちょっとこうあの数字の割には、はいえー、危機感が高いなと、帰ってきて、うん、そういう感じをしましたね。うんうん うんまあ、そのあたりね、ええー、やっぱこう、有事と平時の部分で、うん、まあ、アメリカの場合は、スパッとこういろんな対話できるということも言われている。そうそうそう。そして、あっという間に、うん、まあ、中国が一番すごいけども、あ,<ー>あっという間に封鎖して、はい、それであの野戦病院どころか、プレハブでバーッと病棟を作ったでしょ。えーしね、ああいうことをやる国もあれば、うん、あの、軍をうまく使って、はい、えそして、ええー、危機管理がしっかりできている国もあれば、う,ん、うん、その、うん 今までのシステムを維持しながら保健所中心、それでいいんですよ、うん、悪いと言ってるんじゃないんだけど保健所中心で今までのシステムをできるだけ守りながら、ししなんとか対応していくと。 それも一つの対応の仕方だと思うんだけども、うん、一気にドカンっとやる国もあれば、そうでない国もあり、えー、そして、その、出てくるインパクトの大きさによっては、はい、今までのやり方では対応できないと判断をして、うんえー、ロックダウンをちゃんとやってる国もあれば、うん、それができない国もあると、うん、いうことだと思いますね。うん、まあ、それぞれの国が、まあ、いろいろ悩みながら、政策を選択していってると、ね、思いますけどです、ね、でいずれにせよ、成功してる国はありませんから。うんね あの、やってる、はい、うまくいってる国なんかないです、一つんみんな困ってます。 その意味ではお互い様だと思いだからこれを、いろんな形容の仕方ありますけれども、ジャーナリストの佐々木俊凪さんは撤退戦だというふうに形容していて、結局、どう頑張ったって、どこかに犠牲であったりとか、亡くなる方が出てしまう、どううまくやるかの部分なんだけど、これっていうのは評価されづらいってそれは危機管理ですよね、それは残念ですけど、ダメージコントロールなんですよ、ダメージコントロールはやらなきゃいけないんのほうずにダメージを受けたままだと、もっと枠なね。 医療というものとダメージコントロールという意味での危機管理を、どこかでうまく結合しないと、今、医療だけではこれ、防げないところに来てるんじゃないんでしょうかで経済だとか生活だとかっていうのも当然あ、それもありますからね、うんえー、コロナの医療提供体制について、与党が議論、昨のの閉会中審査について、コロナについてのお話でした。おはようニューースネットワーク この時間取り上げるニュースはこちらです。自民党の総裁選、9月29日に投開票で決定。自民党は9月末の任期満了に伴う党総裁選の日程を、9月17日告示、29日投開票と決めました。再選を目指す菅総理大臣に対して、岸田文雄前政調会長が正式に出馬を表明しました。 総裁選には他に下村博文政調会長と高市早苗前総務大臣が出馬に意欲を示しているとのことですなお菅総理は9月中の衆院解散を見送る以降で次の衆院選は10月以降になるとのことです、えー、今回はフルスペックと呼ばれますが全国のまあ党員・党友票 と一人一票の国会議員票、ええー、まあ同数三百八十三票同士ということで六百七百六十六票を総勢で争うという形のようであります。うん、まあ党内の、はい、お選挙とはいえですよ。 えー、事実上、総理が決まる可能性があるわけだから、はい、その意味で予備選的な要素があるわけですよね。でそれは、あの、私の立場上ですね、その、どっちが、どっちっていうことは言いにくいから、<い>そこはご理解いただきたいんですけど、一般論として、やっぱりあの、民主主義国家の与党が、ね、はい、選挙で、 ちゃんとリーダーを選ぶっていうのは、それは挙動ですよね。うん。だから、あの、牽政の挙動というよりも、やはり民主主義として、当然意見があり、はい、それに対して反論があり、うん、それを議論する中で結論が出てきて、そして方向性が見えてくる。これが普通のあり方だと思うんですよね。はい、僕ね、珍しくですね、あの、今日は、はい 社説をいっぱい読んじゃったんですね。そうですか。あの、普通やるでしょ私、普通やらないから、一生懸命読んだんですよね。で、まあ、ごく普通の新聞は何て言ってるかってですね、活発な議論で信頼回復を図れとかね、それから開かれた自由民の総裁選で政治不信に答えよ。これはっうなんですね。2K。まあ、これはこんなもんなんですね。こんなもんです。私の大好きなですね、好きな新聞があるんですよね。朝日新聞とかね。 毎日新聞、はい、これは何て言ってるかってうね、うん、政権一年の総括とかねそれから、えー、首相の資質を問い直すとかねまだ言ってるわけ、はい、ちょっと僕大好きなんですけどね。 ちょっと違うかなって感じがするんですよね。僕は最も大好きな新聞があるんですよね。東京新聞。何て言ってるかっていうとね、自民党総裁選、党利党略の日程設定だちょっと何言ってんのってよくわかんないんだけど、党利党略の日程設定って、だって政党の中でやるんだから、党利党略に決まってんじゃん。そうですね。そうですね。そうでしょ。私はね、これ見てね、カチンとしたっていうわけじゃ、ん大好きな新聞ですから、カチンとしたわけじゃないんですけども、略とおっしゃ あるけど、うん、こうやって党の中でちゃんとね党員まで入れて、うん、公明盛大な選挙をやってで、ね、はい、それでリーダーを選んでるこれ民主主義の基本中の基本ですよねあれちょっと待ってよとなんか名前は言いませんけどね、うん、今,日今日なんとかってあるじゃないですか日本の歴、ね、史ある、ね、政党で,、うんで。最近頑張ってあの 横浜でも票を伸ばしたとか言ってるけども、だけど、お宅の党に、党り党略はあっても、総裁選っていうか、委員長選挙ないじゃないのって聞いたことないですよね、どなたがリーダーの方か、私、よく存じませんけど、長いですよ、彼も。20年以上やってらっしゃいます、選挙あったんですかね、どうなんですかね、交代もない、選挙もない、すごい政党ですよね。それが民主政党ななのかと 私はこれを見て思ってしまった。ちょっとあの大好きな新聞ですから、<laughs> それ以上あの批判はしたくないんですけども、<laughs> はい、やっぱり、あの 予備選をやる予備選の弊害ももちろんアメリカにはあるわけですがしかしできるだけ多くの人が現実をちゃんと見てねそして難しい中でリーダーを選んでいくというのはこれは当たり前の話でそれやってない人たちに言われたくないなという気はいたしますね今回これフルスペックでやるってことになると当然いろんな議論が出てくるし地域地域で事情が違ったりだとかコロナ だっ,ってそれは需要が違うところもあるし、まあ、それだけじゃないですよね、政策で議論しなきゃならないっていうのは、安全保障だってそうだし。 そしてもちろん政権の安定ってのは、日本全体にとっては大事なことですよね、<ー>同時にリーダーを変えるということも、民主主義であれば必要ですよ、はい、それからこうやってフルスペックでやるってことは、うん、やはりあの国会議員とは違う民意がやっぱり証明されると思う、うんしかし、そこでその今のような状況の中でね、果たしてそのリーダーを変えるか変えないかということを一人一人が責任を感じながらね、はい、判断をして。 投票するっていうのは、もう本当にあるべき姿だと、私は思いますけどね、うんでこれは当理党略って言われちゃうとね、ちょっとね、そうですね、当然ながら、その先の選挙ってものもこう意識しながら、党員の方々、特にそ。そうです 実際の選挙になったら、自分たちが<う>まあ手足となって働くっていう人たちだからそ、うん。そして危機感は当然あるでしょうからね。それで、しかし危機感は、それは選挙のこともあるかもしれないけど、これコロナの問題ってのは、はい、これ先ほど申し上げた通り、これ、世界中の問題なんですよね。うんうんですから、その日本だけがあの別特別ではないということを考えると、はい、やはり現実的にしっかりと考えて、将来のことを考えてほしいというのは、私の気持ちですよね。う えー、そして続いてのニュースはこちらのニュースです北朝鮮が来月28日に最高人民会議を開催へ北朝鮮の朝鮮中央通信は26日 国会に当たるとされる最高人民会議が来月9月28日に平壌で招集されると伝えました北朝鮮は長引く経済制裁や新型コロナウイルス流入を防ぐ国境封鎖に加え水害と干ばつにも見舞われ食料事情が厳しくなっているようです食料政策を含む経済政策や体制結束を図るための人事問題などが議論されると見られております ま、国会に当たるというふうにされてますけれども、それもそいや,いやあの、現行には国会に当たるって書いたんだけど、うん、ちゃんとあの、えぇ、ー、井戸さんは国会に当たるとされるって正しいですよね。ほら、国会のわけないじゃないですか。まあ、正当な選挙も、うん。こ,こはもう選挙なんかないんだから、どっかのと同じで。<laughs> <laughs> うなるとね、まあこれは何かやっぱり最高人民会議をこういう形でやらなきゃいけないってことはなんか問題があるっていうことですよね。特にああいう国々のこの種のシャンシャンのようなしかしいろんな法律を作ってるわけでしょそれをねやっぱりじっくり見てみるとね意外と面白いことが分かるんですけど大体ね中国も同じなんだけどなんか法律作るともしかしたらか指令を出すとか命令を出すとかね。 愛されなきゃいけないって感じ。あ,はい、あるでしょ。ね、れは愛されてないからなんですね。なる,なるほど。愛されてれば愛されてなきゃいけないなんて言う必要ないわけですよ。そうですね。確かに。そうすると、うん、そのようなあの意地悪な視点で見てみるとですよどうなるかっていうとね。はい、今回の会議では。うん 市軍、発展法。ま、市と軍、あの、おそらく、司法でしょうね。市軍、発展法の採択。あ、要するに発展してないってことですよね。なるほど。これ、もう何十年やってるか知らないけど、ダメだってことです。今、相当苦労してるってことですね。その次に、人民経済計画法って、計画がうまくいってないってことですよ。なるほど。そうですね。計画、経済ずっとやってきたはずなのに、どうしてうまくいかないそれを修正すると。 うん、修正するようですね。えー、それから、国際社会による制裁、えー、コロナ等の国境封鎖の長期化で経済難があって、うん、すだ、それさらには、青年教養保証法ってなんだね。うん、青年教養保証法。証法ってことは、教養がないってことですね。うん。これ、保証しようがないでしょ、教養がない人たちに。うんうん、若者らへの、思想相当性か。あ、そうか、教養ないんだ。 あというふうに考えると、はい、結構苦しんじゃうのとう、ね。それで、勇ましいこと言ってたけど、はい、まあアメリカはもうアフガニスタンで忙しいし、そうですね、誰もなんか振り向いてくれない。うんかまってかまってかまってっていう感じなのかな。もしくは、やっぱり相当なあの水害干ばつ、それからさらにはコロナ、はい、考えるとね、うん相当厳しいところに追い詰められてるんじゃないかなっていう感じがするんだけど、ちょっと意地悪すぎるかしら。 いやでも、こういうタイミングこそ、こう、日本に対しても何かアプローチしてるうね。そうですねあの。彼ら苦しいんでしょうね。えー、ですから、いろんな形で、その、本当は援助なり支援が欲しいはずなんだけど、はい、それはなかなか言えないんでしょうねですから、その意味では少し、あの、うん。 水面下の駆け引きというか綱引きというか、えー、そういうことをちゃんとやって、えー、いいチャンスをお、まあ、待つのがわれわれ大事なことなんじゃないかなという気がしますけどね、うん、その辺振り向いてほしいと言ってミサイル発射したりとかっていう懸念もありまはミサイル発射したらますますこれ悪くなるでしょうねやれるならやってみろと,いやちょっと言い過ぎちゃったとかもしれないけど、うん、結構厳しい状況だと思います。以上おはようニューースネットワークでした 続いて、教えてニュースキーワードです。アルジェリアアルジェリアは北アフリカに位置する共和制国家で、1962年の7月5日、フランスから独立しました。アフリカ大陸で最も大きな領土を持つ国で、日本のおよそ6.4倍の面積を誇ります。 アルジェリア北部では今月多数の死者が出る山火事が発生し、その原因をめぐってアルジェリアは先週、モロッコが関与したと断定していました。そんな中、アルジェリアのラム、ラムタン、ラムマラ、ラマムラ外相は24日、モロッコによる敵対行為を受け、国交を断絶すると発表しております。 モロッコとアルジェリア。これ、アフリカ大陸の、まあ、北アフリカですよね。日本じゃね、なかなか、あの、ここは地の果てなんて言われちゃったりね。それから、カスバの女っていうね、歌もありました。僕は、あの、世代がちょっと違うんだけども、僕は中東専門だから、アフガン、実は、あの、ごめんなさい、アルジェリアのね、担当になったことはないんだけども、フランス語圏ですよね。はい。ですから、その意味ではね、あの、 モロッコとアルジェリアっていうのは隣の国で、うんはい、でモロッコは王政だし、<ー>アルジェリアは独立、まあ、戦争をやって、はい、そして、まあ、大変な血が流れて、うんえー、そして共和制で内乱が起きてっていう、まあ、非常にあの、 対照的な国な国んですよね、うんえー、モロッコの王様は、はいまあ、モハンマドのおそらく末裔だと言われているの<ー>で、まあ、それなりの権威があるわけですけど、はい、まあ旺盛で安定してて恩恵でと。うんまあよくぞアルジェリアに注目していただけましたって感じですよね。うんまあ、あののアもともとアルジェリアの な中身の話してもちょっと難しいし、僕もよくわかってないから、ざっくりした話をしますとね、はい、やっぱりイスラムが生まれて、うんうん、そしてアラビア半島で生まれましたね、はい、そしてそれが、まあ、爆発的にあの拡大していくわけですよ、うんえー、エネルギーがありました。そして、えー、一方では、まあ、イラン、それから中央アジアまで行くんですけれども、はい、もう反対側はですね、ーー北アフリカ、エジプトからリビアに行って、うん アアルジェリアに行ってモロッコに行ってでモロッコ行ったらあ海の向こうに、はいえー、スペインって国があってあ<ー>まあ一番えっつって行って、はい、でスペインで、えー、大学を作ってそしてイスラムの人たちがですよアラブ人ですけれどもアラビア語でヨーロッパ人あの時は遅れてた。 <あ>うん。くれていた暗黒の時代でしたから、ヨーロッパ人にアラビア語で、ギリシャ・ローマ文化を教えてやったんですよ。ああ、なるほど、なるほど。その,あの流れがその、はい、まさにアルジェリアからモロッコ、そしてスペイン、インコルドバとこういうふうになるわけね。ああ、アルハンブラ宮殿とか,とか、ね、そうですそうそうそう。うん、ですからね、その当時の,あのイスラムはまあ素晴らしかったし、今が素晴らしくないと言ってるんじゃないけれど、うんうん、その意味では、このアルジェリアっていうのは、そこの中の鍵の国ですよね。ただまああの いろいろなフランスは相当悪いことやったかな、その植民地投資の中でと。最後に一言言いたいのはアルジェリアはフランスに対して植民地かね、謝罪しろって言ったんですよ。日本はある意味で謝罪したけどフランスは絶対に謝らないね。 だから、ね、日本はいかに立派な国かと私は思いますよ。アルジェリア人からしたら、ね、本当にフランスにやられたことは怒り心頭だと思うので、はい、それだけのことがあったからその意味ではアルジェリアと、まあ、モロッコ特にアルジェリアの歴史を、ね、うもう少し勉強して、はい、あの時代を、ね、もう一回思い出さなきゃいけないなと思っております、えー、今日のキーワードアルジェリアでありました。 引き続きよろしくお願いします。いたします。ネイサン、やってましたお疲れ様でした。このコーナーでございます。久しぶりだからね、これね。およそ1ヶ月ぶりです。そうですね。感慨深いものがありますね。感慨深いですね。もうこのアクリル板取って。ええええ。生で受けてもいいから。いもうワクチン打ってますからね。ワクチン打ってますから。2回打ってね。ちゃんとマスクしてますからね、ワクチン。そうさあ、では参りましょう。この時間、最後のニュースをお救い <あ> <laughs> 途中で笑っちゃダメだよついつい,いやってよごめんなさい、はい、<laughs> アフガニスタン首都カブールの空港周辺で2回爆発 IS が反抗主張アメリカ国防総省は26日アフガニスタンの首都カブールにある空港周辺で少なくとも2回の爆発がありアメリカ軍の関係者や民間人などに死傷者が出たと発表しました 過激派組織 IS いわゆるイスラム国は26日系列のニュースサイトで IS の戦闘員がアメリカ軍とタリバンの警備を突破したと犯行を主張する声明を発表しています自爆ベルトでたよ ですね、まあこれ、本当でない可能性は常にあるんですが、あまあおそらく IS 系と言われている人たち、はい、実はもう英語ではアイシス系っていうの、K ね、K あのの<あ>アルファベットの僕、あのこれ、ダジャレかと思ったんだけど、そうじゃなくて、はい、あの IS 系というのは、はい、イスラム国の。 ホラサン州。ホラさんの方だから、KH の方ね。で、K なんですよ。ホラサン州っていうのは、まあ、今、ペルシャの、ペルシャのイランのね、東部にあるんですけども、昔はホラサン州っていうと、アフガニスタンとかパキスタンも含んだ、この地域を行ってたわけですね。ですから、この IS 系なんだけれども、イセロ国系なんだけれども、もともとは確かタリバンのおっさんが、浸水して、で イスラム国のホラサン州っていうのを名乗ったのが始まりだと確かね<ー>2015年ですよ意外と新しいんですよね<年>だからあのおそらく活動の拠点拠点っていうかあの範囲は大どちらかというとアフガニスタン、はい、ただイランもそれおそらく困ってると思いますし<ー>パキスタンでも活動してますあの辺の国境行ったり来たりするでそういうこと国境あってないようなもんですからねそこでじゃあこれをどう見るかなんですけれどもはい まあ正直言って、ああ、やっぱり起きたかと。やっぱり起きた、うん、いうことですよね。つまり、あれだけその混乱をしていて、はい、多くの人が空港の壁のね、横で、そですね、あそこに下水の裏があるんだけど、そこにあいたわけでしょ。はい。えー、まあ、密も密。超密ですよね。で、これはもう、自爆テロにとっては、格好のターゲットですよね。そして、もう今回、えー、 いろいろ聞くと、5メートルに満たない距離で自爆ベルトを起動させて20人以上のアメリカ部隊を含む160人を殺うということですけど、これ、常識的に言うとね、あそこの地域は外ですから、タリバンが 仕切ってるはずなんですよ、仕切ってるはずなんだけども、それをすり抜けてるわけです、すり抜けてるんですけども、一体、じゃあなぜすり抜けたかと、私の、間違ってるかもしれませんよ、だけどね、おそらくテロリストは女性です、女性女性で、黒い服で貼りしてるから、その中に、自爆ベルト、 お恐らくつけてるんですよ、ータリバンは基本的にあの、はい、まともなモスリムかどうか知らないけど、モスリムですから、はい、女性のボディチェックはできないんですよ。あそうか、うん、戒律に特にそうそうそう、ですから、女性は触れないです、うなるほどそうすると抜けちゃうんですよ、今までもね、これ、あのアフガニスタンだけじゃなくて、イラクでも、女性のテロリスト集団っていうのはちゃんといて。はい、あそれこそクルド人部隊の精鋭って、女性部隊がいて、 あっちは強いんあっちは強いあっちは強いあっちは強い。あれはあのイスラム系、だってクルド系ですから、あの、本当にあれは強い女性なんだけど、そうじゃなくて、テロリストで、あの、男性だけじゃなくて、女性でも自爆テロをやるようになったんですよ。これはね、まあ、彼女たちからすれば、おそらく洗脳されて、天国に行けると思ってるんだろうからね。どうしようもないんですよ。それをやられたらですね、おそらく、どんな、あの、チェックポイントも、 すき抜,抜けちゃう。<ー>それがついに起きちゃったってことですね。もう1週間ぐらい前あの、声明が発表されて撤退をするんだと言って、はいえー、そしてアフガニスタン、カブールが落ちましたよね。そのときからもう、おそらく ISIS 系はですね、はい、ホラサン州は、えー、あいつかやるだろうと。なるほど、うん。知ってる人は知ってたと思います。アメリリカやイギリスも空港の近くから ねえ、あの離れるようになって 2, 2> る。2, 3日てね、あれはおそらく相当角度の高い情報が流れてきたからだと思います。うんですから、その意味では起こるべきして起きちゃった悲劇ですけどね。うんしかもね、僕いつもあの気になるのは、はい、あそこであの20人近いの海兵隊員が死んでるわけですよ。そうですね,ねで彼ら戦争して死んでるんじゃないんですよ。うんうん アフガンから逃げようとしている人たちを助けるために、殺到する人たちを一人一人でチェックして、それで飛行機に乗せる仕事をしてた。その人たちがね、勝手やて亡くなっていくことをね、あの、やっぱり僕は、あの、哀悼の意を表すべきだと思いますよ。そうですね。怖いですよ。あの壁の外に出て、そしていつ誰が、ね、自爆装置をは作動させるかわからないところで、 命かけてやってるわけですようん、うん、これはね僕は頭が下がると思うし、うん、本当にあの胸が痛いことですよね、うん、なんかもうああやって亡くなるとああ犠牲者になったってけどね一人一人生きてるんです息子だったり娘だったりしてて家族がいて,、うん、がいて子供がいるんですよ、はい、しかもほらあの戦闘ならともかくねああいう人道的なその脱出作戦をやってる人たちのところでやるっての本当に 本当に胸が痛いね何て卑怯な人たちなんだろうと思うけども、はい、まあ仕方がないな残念ながら。 メールも様々いただいております。はいえー、レオンの孤独さん、五十八歳、はい、美容子の方、来さらずから、えー、カブールの自爆テロについてアメリカ合衆国バイデン大統領は報復を宣言しました。うんえー、日本人の避難も急いでほしいですよね。本当にその通りですね。うんうん、これ時間との戦いになりますよね。そうですよね。しかし正直言って今こういう状況になると、はいうん、ますますその空港へのアクセスが難しくなるし、チェック厳しくなるでしょうし、う時間は過ぎていく。だ タワリバーンのこれ責任ですからね、おそらくね。 アメリカは少なくともそう思ってますよ。うんうん、そして同時にタリバンもちゃんと処罰すると言ってるけど、はい、まあどこまでやるかわからない、えーで。アメリカはそれは絶対やらなきゃいけなくなるんだけど、やるとじゃあ、一体撤退計画そのものはどうなるんだということにもなりかねないから、うん、その意味では非常に難しい選択ですよね。バイデンさんに対する批判が高まっていたのは事実だけども、はい、私どっかで書いたんだけども、これで、米国人の 死者が出たらこの評判評価っていうのはまたさらに一段落ちますよっていう話をしてたんだけど<ー>最悪の事態が起きているっていうことですね。<れ> あの、こうして、舞台を出してっていうことに対して、うんはい、で、アメリカ合衆国大統領は、その、亡くなった方々に対して、こう、レターを書き、署名をするっていう話を聞いたことあるんですが、うんい、一人一人のその人生だとかっていうものがあるということを考えると、その、やっぱりこう、出すっていうことに対しては、ものすごい覚悟が必要。そうですよ、そうですよ。で、それは、あの、もちろんその政治家、 決断する人、最高司令官が追うところは、うん、これは日本だってアメリカだってあると思いますけれども、はい、国民の覚悟とかそういうものだとかっていうのも、<う>合わせてこれは必要なことなんで,す、ねですね、ロバート・ゲイツさんという国防長官は、はい、本当はあの自動署名機でやってもいい出世命令に、はい、一人一人ちゃんと手書きでサインをしたと。それは自分がの名前で兵士を うん、戦場に送ること、この責任の重さを考えれば、うん、機械にやらるわけにはいかんと、んこれが心の通った国防長官ですよ。しかもそれ、自分の名前を刻むと同時に、多分自分の胸に一個一個刻まれてくるんですよね、そう,よそうですよ、それが一人、二人じゃないんですからね、何千人になるわけですから。うーん いや、日本、その決断を今回したっていうのは、そうです。相当なこれは素晴らしい決断だと私は思います。うん、ただ、でね、安全なんですかっていう人がいるのでね、はい、あの、誤解をすれずに言いますけどね、安全なわけないですよ。うん、ね、うん、安全だったら、普通の民間航空機がいけないんです。はい、うん。うん、そうじゃないから訓練を受けたプロが行くんですよ。うん、そういうふうに理解してあげてください。で、彼らは、それの覚悟を持って、職務先生をして行くわけです。よねそうです。 だから、われわれは彼らをその守らなきゃいけないし、はい、そして称賛しなければいけないんですよね、だからアメリカ人は必ず軍人と話すときには、Thank you for your service to our country って必ず言いますよ、国に対しての講師に感謝をする。そ,それは日本語にならないんだよね、今は、戦後の日本にはその言葉がないの。 うーんね、だけどね、自衛隊員はみんな座ってるんですよ。うん、国のためにねサービ、サービスしてるんですよ。うん奉仕してるんですよ。そのことはね、ちゃんとレコグナイズ、認識してあげないと。はい、これはかわいそうですうん、えー、今日のスクープアップはアフガニスタン情勢、そしてこの国の関わり方というところまでお話をいただきました。